くの王国が乱立しているアウドレス大陸。この地にはラファンダと呼ばれる古よりの古文書が伝えられており、そこにはマージャンソードの伝説が語られていた。神々が所持していたといわれる伝説の剣、マージャンソード。それは秘められた聖なる力によって、どんな望みでも一つだけ叶えるという。だが未だかつてマージャンソードを手にした者はいない。とうとう来ちゃったね。私見守っててね、父さん。必ず手に入れてみせる伝説の剣を。アウドレス大陸のほぼ中央に位置する法と秩序の都、ビルマ法王国。ここでも伝説の剣、マージャンソードを探す者が後を絶たなかった。うん、皆さんお静かに。なんとあの伝説の剣として名高いマージャンソードが我がディルマのどこかに眠っているという噂が私のもとに届きました。他国のプリンセスたちはすでにディルマ国内の探索を始めたようですが、まだ発見した者はいないようです。しかしこのままではそれも時間の問題でしょう。そこで伝説の剣を我がディルマにもたらすために、私は一人の勇敢な戦士を迎え入れました。私はその者が見事伝説の剣を手に入れてくれるだろうと信じています。その勇敢な戦士の名はルティアリレットよ。聖騎士だった父さんから受け継いだこの力と技、そして勇気。伝説の剣を手に入れるまで私絶対に負けないわ。よく来られました、戦士ルティア。あなたにはこのディルマの戦士として伝説の剣を探してもらいます。しかしこれから先はいくつもの試練もあるでしょうし、他国のプリンセスと戦わなければならないこともあるでしょう。それでもルティア、あなたの決意に変わりはないのですね。もちろんです。体調はバッチリだし、気合も十分。いつでも大丈夫です。その言葉を聞いて安心しました。期待していますよ、戦士ルティア。気をつけて旅立ちなさい。にゃ。はい、頑張ります。
いらっしゃいませ。このアイテムですね。ありがとうございます。このアイテムですね。私と麻雀？どうしようかな。一回だけですよ。残念ですが、私の勝ちのようですね。ペンゴールドは寄付させていただきます。またの挑戦をお待ちしています。こんなところで一人ぼっちで。あのねプリモ、伝説の剣っていうの探してたら道がわからなくなっちゃってる。で、伝説の剣って、あなたまさかプリンセス？そうだもん、ラリアンのプリンセスだもん。麻雀ソードはあたしが手に入れるんだもん。あのお嬢ちゃん、いえ、あなたみたいなちっちゃいプリンセスには伝説の剣は使えないわよ。いや絶対魔女ソード欲しいの。もう引き分けのない子ね。そういう子にはお仕置きしちゃうからね。